はい、皆さんこんにちは。今日はアイスコーヒーの入れ方をね、やっていこうと思います。でね、まずコップなんですけどね、普段はこういうね、真空断熱のやつを使ってるんですけどね、今日はちょっとわかりやすいようにね、このね、耐熱グラスをね、使っていきます。でね、まずね、氷をこれ、なみなみに入れといてください。で、これ、豆の量がね、だいたい 20g で、今ちょっと21になってるんですけどね、もう適当なんでね、このぐらいの豆をね、ドリッパーに入れておきます。で、今、お湯が沸騰してるんですけどね、で、これ、乗せまして、で、ちょっと難しいんですけど、これね、こいつに移します、これを、お湯をね。お湯をドリップポットに移しまして、ちょっとね、そうするとね、温度がちょっと下がるんですよね。コーヒーのね、温度の適温がね、90度ぐらいなんでね。で、このドリップポットに移すとね、ちょっと待ってよ。ドリップポットに移すと大体温度がね、90度ぐらいになるんですよね。この測りでね、ちょっと測りますけど、これ入れてね、そうするとね、見えるか、ちょっと下がりすぎたな、あれ83度になっちゃった、あれおかしいな まあ90度ぐらいに普通はなるので、まあいいや カットだな。で、これね、お湯をね、入れてきますと。まず全体にこう、お湯をかけまして、で、蒸らし時間をね、だいたい30分から1分間ね。で、まあ、ね、氷に、熱いコーヒーがね、氷に触れてね、急冷されるわけですね。うるせえな。こんなもんすかね。で、これで2投目いきますと。2投目ってか、これ1投目って言った方がいいのかな？まあ、こんな感じで。まずね、なんか最初はね、コーヒーの美味しい成分がね、あるから、出るから、ね、これで大体落とし切って、一発目はね。ちなみにね、ドリッパーはね、カリッタじゃない、メリタの一つ穴を使ってますね。まあ、このぐらいかな。まだ追加。で、これ大体ね、アイスコーヒーの場合はね、2等ぐらいで、まあ、2発目こう入れるぐらいでもおしまいなんですよね。もうちょっと追加して、もう時間がかかるからね。追加して。で、まあ、豆の量とかね、あれですよね、氷の量、氷でもってこう、液量が増えるんでね。はい、こんな感じ？こんな感じ？ちょっと片手しか使えないか、これ。これでしょ。これちょっと。はい。で、このままだとぬるいんで、かき混ぜます。かき混ぜるとね、氷がちっちゃくなっちゃうんでね。氷がちっちゃくなっちゃうんで、氷をね、おっきい氷をちゃんと、これかき混ぜた後で、追加して、こんな感じね。はい。これで出来上がりです。でね、
夏場ね、氷をすごいね、たくさん使うと思うんでね、こうやってね、もう製氷皿も冷蔵庫のやつじゃなくてね、アマゾンで買ったやつでこんな感じのね、氷をね、こう、たくさん作っといてね、ジップロックに溜めとくって感じですね。うん。はい、ということで飲んでみまーす。うん、美味しい。ということでね、皆さんも試してみてください。ありがとうございました。